はい、コーヒータイム今日はねやっと頭痛が落ち着いて普通にね出社を出社っていうかね仕事を開始したんですけど、はい、昨日の夜ねあの寝ようと思った時に体中が痒くて。 なんか、あの、もらってる薬で、菌を殺す薬と、あと、体中がね、結構痛くなるので、それをね、止める痛み止めをもらってるんですけど、その痛み止めを飲むとね、痛みが収まって、で、そうするとね、隠れていたかゆみっていうのが全部出てきて、もう昨日の夜、ほんと発狂しそうなぐらい痒くてね、もう、 あの、なんていうのかゆみを抑えながら家の中をうろうろするっていう <laughs> 謎ムーブをしてたんですけどで今日からね、ちょっと痛み止めを飲むのをやめましたこれだったらまだ痛い、痛いのも結構痛いんだけど痛いんだけどまだその痛みをね我慢してた方がまともに生活できるなと思ってまああんまりにも痛いんだったらね薬飲みまた飲みますけど まだね、我慢できるところ。なんで。まあ、できるところによってね、その、体調方針もできるところによって、その、症状が結構変わるらしくて、全然大丈夫な人もいれば、もっと僕よりもひどい人もいるらしいんで、なんとも言えないんですけど、まあね、まあ、ならないに越したことはないですよ。 まあでも少しずつね、開放に向かってきているんで、まあいいことではあるんですけどね、ちょっと安静にしつつ過ごしたいと思います。